ひめかです。ゆなです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今日の企画は、ひめゆなのつくばの中身紹介です。イエーイ。久々なんですかね。いや、ゆなちゃんこの前やったんだけど、この前やったばっかりからあんまり中身変わらないかもしれないんですけど許してください。許してください。それでは、どうぞ。はい、ひめかのつくばの中身の一つ目はこちらです。クリアファイルです。え、なんかさ、めっちゃゴミ入ってる。なんで？じゃあ、外側だ。中身は汚かったので抜いてきました。透明のクリアファイルが一番好きです。これはなんか姫香の学校だけかもしれないんですけど、なんか目隠しファイルって言って、結核問診票とか、なんか見えないようになんかするためにこれ全員配られるんですよ。私のとこ配られるんだ。で、これはあの週末課題なので、あの持ってきました。新幹線でやろうと。筆箱、これね、最近ぬいぐるみの筆箱流行ってるのかな。みんな使ってるけど、ミキっていうのがすごいめっちゃなんかみんな知ってる感じの、なんかいろんな動物あって、で、姫香は一番王道キャラクター、一番好きだった見た目が、中身は筆箱の中身紹介が上がってるか、この後上がるかなので見てください。次は膝掛け。膝掛けは休み時間とか友達と車ってたり、あと帰りに塾に行ったりするときにこう膝に掛けたりしてます。これはミスドで、これをもらうためだけに頑張りましたあるよね、それは。そうだ、ね、NGT もらうためにめっちゃ。そうそうそう。次は水筒です。水筒の中身は毎日水です。次はこれは、あのこの辺にあった袋に靴下を入れました。なんか雪が防水の靴とか長靴入ってても、シミはしないけど上からこう入ってくるぐらい積もってて、あと融雪って言って雪を溶かすために道路から水が出てくるんだけど、それで絶対靴下濡れるから、生徒は結構靴下の替えを持ってきてることが多いです。あと、もうあの湿度もすごい高いから乾かないんですよ、どっかに置いといても。だからもう乾かしたりせずにビニール袋に直で。雪が降る地域限定の中身なんじゃない？一回でもいいから、寒い地域に住んでみたい、雪の時期に。いや、帰るです。手がもうキンキンになるから、手袋忘れた日とかやばいし、だって傘の中に入ってくるのね、雪がすごくて。だから手袋が濡れたりして冷たくなったら帰るポケットに入れてます。次はお財布。お財布は塾行く時とか学校帰りに遊ぶ時とかに使うから。次はポーチ。ジルスチュアートでポーチの中身紹介も多分上がるかなって思うんですけど、それともう中身は一緒です。変わったのはリップが 3C じゃなくてロムアンドになりました。もう友達とかも使ってる人多くて、すごいいいんです。あ、ロムアンド欲しいと思ってこの前買いました。しかも3000円とかするかなと思ったんですけど、1000いくらだった。そう、1300円。あとは、あ、ひめかがこれを毎日授業中にマスクの下につけてる、これをこう、待って、ゆめかこれ言ったら注目されちゃうけど鼻本当に嫌で、だからこれをつけてます。ピュラ。なんか前までメイク道具一式持ってたんですけど、なんか学校でメイクしないじゃないですか。学校帰りにメイクするために、その全部一式持っていくのはちょっとなと思って、最近はピュラとリップだけ。遊びに行くとかプリ取りに行くってなった時だけ全部持ってって、ただ遊ぶだけの時とかはもうピュラとリップだけ。あ、あとポムポムプリンはここに中の内ポケのここにこうつけてます。以上です。イエイエイ。あれはピンクラテです。中1の時からずっと同じの使ってる。初めてやったスクバの紹介と一緒のやつ。でもキーホルダーが変わった。これは小1か小2の時に親友にもらったやつをずっと大事に大事につけてる。雨に濡れたり雪に濡れたり、ひめかが川に落ちて溺れた時にこいつも一緒に使ったりこれは100均です。ママが買ってくれました。はい、はい、じゃあ次、ゆな行きます。ゆな、本当にリアルなんだけど、ポーチとかさ、なんかそう、女子力系が全然ないかもしれないけど、ご了承ください。
まず最初にこれがあのサブバッグってあるじゃないですか。私なんか一つのメインバッグは学校指定だから持ってこれないんですけど、めちゃめちゃでかいんですよ。このぐらいめっちゃでかくてもう全部入っちゃうんですけど、体操服とかはさすがになんかメインバッグに入れたくなくて、こういうサブバッグになんか歯磨きセットとか体操服とかポーチとかボボボンって詰めるようにちょっと大容量の。ゆめかもサブバッグに体操服入れてる。で次に下敷きですね。デイラちゃんと一緒にスクバの紹介やったんですけど、その時にほぼ新品で紹介したんですけど、今はもうちょっとボロボロで物持ち本当に悪いんですよ自分。なんでここかけてるし、イライラする時にこうにぎにぎにぎにしたらポキッと割れちゃったんですけど。はい、次にちょっとワーク類をちょっと持ってきたんですよ。持ってくるものないなと思ってどうしようって考えてワークめっちゃ持ってきたんですけど、まず一つ目、国語のワークが新国語の学習っていうのがあってこれです。続きまして社会ですね。地理の学習なんですけど、これ一緒の人とかいるんじゃないかなって思う。レイラちゃん一緒だって。一緒一緒、レイラちゃんと一緒らしいです。これやるときに教科書見ながらやらなきゃいけないんですけど、ノート作りが下手なので、ノート作り強化のためにあのノートを見ただけでマークが解けるくらいノート作り丁寧にしようと思ってノートを持ってきてます。こんな感じでまとめてます。あんまり上手じゃないんですけど、はい。じゃあ次にリピート、これいますか？わかんない。リピートっていう数学のワークなんですけど、違う？違う。え、じゃあこれ愛知県限定なのかな。これ数学めっちゃ苦手だから自分でここ大事だなとかここ難しかったとかによってちょっと付箋が多めです。うん、苦手な教科は付箋多くなりがちっていう、うん、か分からないとかに付箋っていうのが偉い。なんかあのテスト範囲はここだよっていう付箋しかつけない。分からないとかに付箋っていうのがすごい。メモ帳に書くようにして、分かんないところを一つずつ潰していくっていう意味であの付箋を一つ取っていくっていうのを楽しみに勉強してる。 あとはこれが突然ノートがなくなったとか今までいらなかった教科でノートが必要になったっていう時用のノートです。ゆめかもこれの別の種類持ってる。これファンの子から。そう、一緒、全員分もらったやつ。全員分もらって一人一個もらって。そうそう、使ってます。ゆめかも使ってる。これめっちゃ使ってんの結構。で次にファイルですね。でなんかパンパンすぎないって思うんですけど、これがリアルなんですよ私、うん、あのもうファイルに詰め込みすぎて整理しないの。整理をしようとしながらもしてないみたいな、しようと思ってしてなくてもうなんかぐっちゃぐちゃになって。はい、じゃあ次に筆箱ですね。え、これゆらりと一緒じゃない？だいぶ前のゆらり。だいぶ前のなんかまだ4人の時のゆらりと一緒。だいぶ前の筆箱買ったの。次にポーチなんですけど、今回のねポーチの中身とはですね、最近はずっと使う除菌シート、あとはティッシュですね。はバンドエイドですね。よく手とかに切り傷とかしちゃうからなんか水に濡れても平気な。学校めっちゃ手洗いさせられるし。そう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 。次に日焼け止めのスプレーですね。スキンアクアのサラフィット UV のサラサラスプレーっていう無香料のやつですね。あとはハンドクリーム、ハンドアンとネイルクリームのレモンの香りなんですけど、めっちゃさっぱりする匂いなの。あ、いい匂いすごい。なんかいい匂いするし、ちょっと植物系の植物系でする感じ。塗ったすぐにこういうの触っても全然ビタつかないから、はい。で次がルロイドです。保湿しても保湿してもすぐプリンってなっちゃう人なんで、乾燥したなと思うとすぐペペペって塗ったりとか、膝とか肘とか乾燥するんですぐピピピって塗ってあの乾燥を防いでいます。で最後にケトチフェンっていう充血になりやすいので眼科行った時にもらった目薬を使っています。スクバの中身は以上なんですけど、最後に胸ポケットに入っているものを紹介します。やばい、今胸ポケット全部置いてきたんだまず生徒手帳は必ず入れないといけないので生徒手帳を持っていくのと、ピンクラテの櫛です。めっちゃサラサラになるからちょっとこれ使ってみてほしい。あとはリップクリームです。これ橋本環奈ちゃんが CM やってるなんか太陽でとろけるリップみたいな。わかる、それめちゃめちゃいい。これめちゃめちゃ一番保湿される。で、あとは、まあ、さっき入れてた絆創膏を大体2枚は入れておくようにしてます。あとは鏡ですね。鏡はポッケと胸ポケットとポーチとかに入れる。どんな時でも使えるようにしてます。
あと最後にメモ帳なんですけど、4個ぐらい家にストックがあって、でなんか今日これにしよっかなとか、なんかなんとなく気分で選んで、今日の気分はミニーちゃんだったので、今日は可愛くなりたい気分だったので持ってきました。以上です。イエーイ。どうでしたか？どうでしたか？こっちはなんか勉強って感じ。勉強。こっちはなんか遊びみたいな。いやいやいや。じゃあお互いの気になるものをいきたいなと思います。はい。じゃあまずゆなは。ゆなはね、筆箱です。最近ね、友達もなんかぬいぐるみの筆箱をよく使ってて。え、これ流行ってる？流行ってる。でも結構前から聞こえかなって。知らなかった。1、2年ぐらい前から出てきたかな。いいね、かわいいし、いや中学校続けてこうやって。あ、いいね、いいね。なんか犬かわいがる癖ついてるから、それと同じこう撫で方でやってやってる。ゆなちゃん、あ、ポーチかな。ポーチですか。うんうん、それですか。うん、はい。あった。それかな。ゆみかもハンドクリーム絶対冬持たないといけないそうだから、慣れちゃう。塗った瞬間とかに友達から何か塗ったって言われて、何かめっちゃいい匂いするって言われて、めっちゃ嬉しかった覚えがある。以上でした。以上でした。参考にしてくれると嬉しいです。どんなのがね、可愛かったとかコメント欄も教えてくれたら、うん、お願いします、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。